こんにちは、ヨシネさん。えー、前回に引き続きなんですけども、私はね、採用することをお勧めして、今またね、強くお勧めしました。あというのが、理由は二つほどあって、一つはね、自分が採用された時の判断基準はすでに変わってるんで、あれから20年ほど経ってるわけですよ。自分が会社に入るために考えてきたこと、で、採用面接を突破した常識っていうのは、20年経った今、通用するんでしょうかってことなんですよ。 同じスタイルで入社した人が集まった会社っていうのは、それなりに統率は取れてると思いますけども、その結果、統率が取れていて乱れることが許されずに、リノベーションが起きずに、今みたいな状態になってるわけですよね。まあ、ですんで、どちらかというとね、新しい風といいますかね、二つ目の理由になるんですけども、自分でも戸惑うぐらいのアイディアをぶつけた人を採用して、会社全体でそいつにまず合わせてみるってことが大事でしょうね。 多分、不協和音が出るほどに、凄まじく、異質な存在だと思うんですよ。でも、異質な存在を弾くんじゃなくて、新入社員を採用するってことは、今いる社員ではダメなことがある、解決できないことがあるってことなんですよ。だから同じ思考の人を入れてもダメなんですよね。ただ、頭数が増えるだけで、大量生産、大量消費の時代には頭数を増やすばがよかったんですよ。でも、今の時代は、人員入れても人材なしの時代なんですよね。だから、 社員の中で誰一人思いつかなかったこと、社員の中で誰一人やらなかったことをやれる人間を採用してみるってことが大事なんじゃないかなと思うんですよ。私はね、強く採用することを勧めますね。そういうふうに、ズームっていう新しいオンラインの手段を私たち30代、40代、50代っていうのは相変わらず使ってるだけなんですよ。使いこなしてないんですよね。その中でもういろんなギャグを入れてくるっていうかね、ギャグって言えば発想の一部なんですよ。 これは素晴らしいいと思いますよね、うん、ひょっとしたらお笑いいのコンテンテツを作っててて集客しししし会社に益してくれれるかもしれないでしょういや私は今回これをね逃してダメだと思いますしかもその人事の人は「久保さん最近の人はこうなんですかね?」って感じで戸惑って「採用した方がいいんですかね?」って悩んで私のところに連絡してきたんですよ。ということは「はいダメって言うんじゃなくて「どうしようかと思ってるってことは不採用にできてないってことなんですよ。ならば採用するべきだっていうロジックなんですよね。 もちろんね、吉谷さんは人を雇うってこともしないというふうなことでね判断は違うと思いますけども私自身も人は採用しませんけども採用しなければならない会社がもしあるとしたら今既存の社員の焼き直しではなくって社員が5人用が10人用が100人用がその中で誰も持ってないエッセンスを持ってる人いわゆるね根血を起こさないといけないと思うんですよハイブリッドに。そうすることによって別の角度からの行動判断が見えると思います。 もちろんこれは劇薬なんでその結果もっと悪くなるってこともあると思うんですよ、うん。やっぱりそこに勝負できるかどうかですよね。もっと悪くなるかもしくはもっと良くなるかそれしかないんじゃないかなと思います。やっぱり守るより挑戦それが私の今回出した結論かなと思いますね。い、うん、ってらっしゃい。